究室と下村研究室でマレーシアに行ってきました。その発表をさせていただきたいと思います。まずマレーシアがどこにあるのかというとこちらですね。日本から南の方に行った熱帯にあります。行ったのが12月の真冬だったんですが、マレーシアの方は30度くらいととても暑いところでした。はい、こちらが大学です。マレーシアの首都のクアラルンプールから、高速で2時間行ったジョホールというところのバテハハトっていうところにあります、UTHM ユニバーシティトゥーセインオンマレーシアっていう大学です。ではまず1日目、あちらの研究室の見学をさせてもらいました。こちらが研究室見学をしている時の写真です。私たちの研究室がナノデバイスをメインにやっていて、あちらの研究室もナノデバイスをやっているところも研究室をメインに見学させてもらいました。こちらがその写真です。もう一人の先生が生化学をやっているので、そういったところの研究室も見学させてもらいました。全体的に綺麗で片付いてて、マレーシアってとまだ発展途上国っていうイメージがあったんですが、だいぶ発展してきて感動しました。あとこちらが大学の近くにあるフリーマーケット、屋台ですね。屋台を見学見に行って、食べ物とかを買ってきた写真です。割とマレーシアは辛いものが多くて、あと揚げ物とかが多かったです。今度は2日目からが本命の、国際会議でした。これは会議の、開会式の写真ですね。ここで IIES という会議に参加してきました。で、私たちが参加したのは ICNE インターナショナルカンファレンスオンナノエレクトロニクスエンジニアリング、ナノデバイスの研究をしている人たちの、会議に参加してきました。見てわかる通り、あちらの大学には女性の方が結構多くて、ムスリムの女性の方が本当に多かったです。はい、でこれが発表の様子です。この3人で今ここにいる彼がとてもプレゼンテーションがうまかったです。この中で、発表をして聞いている人たちから質問を受けたりとかして、だいたい15分くらいの発表をしてきました。交換なかなか難しくて、やはり先ほどから何度もいろんな方がおっしゃっている通り、質問発表はちゃんとできても、質問に答えるということが日本語でも難しいのに英語となるとやっぱりハードルが高い感じなんですが、とりあえずここはなんとか乗り越えることができました。あとこれが国際会議中の先生たちの会議ですね。大学同士の協定を結ぶための会議ということで、あちらの副学長の方と一緒に、会議をしていたそうです。このおかげで SSSV として海外に行けるので感謝しなければいけません。マラッカに観光してきました。実を言うと私は、熱帯の暑さにやられてしまって、この日はダウンしてホテルにいたんですが、その他のみんなで行ってきたので、こっちの4年生と先生方と先輩です。マラッカというとマラッカ海峡、皆さん知ってる方多いと思うんですが、今でもこう海賊とかそういう類のものが少しいるという話を聞いたり、ともかく暑かったです。だけど僕はもう完全に腕まくりをしている状態なんですが、日差しも強くて日焼け止め帽子必須という感じでしたね。7日目から今度はゼミワークショップが始まりました。これは下村先生の講義をみんなで聞いているところです。こういうふうにちっちゃい教室で、先生の講義を聞いてディスカッションをしたりしました。ではこれが交流の様子です。トゥドゥンっていうかぶり物をかぶせてもらいました。これ女性がつけるものなんですが、私の先輩です。先輩もつけられてました。はい、これは面白かったです。では最後に、ゼミの様子で、こちらは学生の発表です。こちらの学生の方たちが発表してくれました。太陽電池と、太陽電池というかナノデバイスと、生化学についての発表が、私たちについてもあちらの方たちは生化学とかが多くて、それについての発表を聞いてディスカッションをしていました。で、国際学会で発表してなかった方の2人もこちらでしっかり英語で発表してくれました。ミュウィテブでしっかりと発表が結構うまかったので、この2人もすごかったです。今回まず学んだことというのは、私自身が海外に行くこと自体が初めてだったので、なかなかいろんなことが不安だったのですが、まず言語についてはそんなに心配はいりませんでした。国際学会の方はやはり質問に答えるのはちょっとドキドキはしたんですが、とにかく伝える意思さえ持ってしまえば意外と伝わります。
なので恐れないでください。あとは、国際会議の一番最初の開会式の時なんですが、あの時にいろんなポスター発表も少し見れたんですね。そのポスター発表を見てる中で、日本人がとても好きだという人に会えたんです。もうストレートに、あなたは日本人ですかということを英語で聞かれて、すごい日本が好きだということを伝えてもらって、びっくりしたんですが、やはり嬉しくないわけはないので、もし外国人と話すことがあったらストレートに好きだということを伝えてしまっていいと思います。それが国際交流の中で結構一番重要になるところなんじゃないかなと思っております。これが今回私が学んだことですね。僕が学んだことは、前のグループの方も何回もおっしゃってたんですが、グローブ氏の必要性とブレイクゼアイスのための現地をおすすめで、まず最初の方なんですが、これはさっきも申し上げた通り間違ってもいいと。なんで 100% を目指さずに、こう、そうですね、最初から10を目指しても何も進まないと。なんで発音を意識せずに、とにかく伝わればいいと、そういうニュアンスでやることが大事だということに本当に気づきました。で、2つ目なんですが、で第二外国語のすすめで、コミュニケーションというのは、特に異文化コミュニケーションでは意思疎通という、まあこれは、先ほどご説明したグロービッシュで行えばいいと。複雑なこう内容であったりとか、自分の研究内容はグロービッシュを使って伝えてもらって、プラスそれだけでは不十分で、ビジネスの上でも、こういう研究の上でも微笑みというのが大事だということに気づきました。でそれというのが現地語で、僕は、その国際学会で発表させてもらったんですが、その前にマレー語のジョークを最初にかましまして、はい、それというのはもうその辺の大学構内を歩いているマレーシア人にもそのままダイレクトに聞いて、僕は、今日の学会で発表するんですが、何か面白いジョークありますかというのを聞いて、その子大胆さといいますか、ちょっとうざいんじゃないかなと言われるぐらいのこの態度というか、それでいくと、なかなか異文化コミュニケーションうまくいくなというのを実感しました。最後なので、高校生の皆さんもいるので、僕がもう4年なんでちょっと手遅れだったかなっていうことがあるんですが、ひとまず最初海外に出て、まず知ることから始めるのが一番じゃないかなということを思ったので、こう文法や単語を覚えるだけではなくて、外国人と会って使ってみるっていう機会、グロービッシュを学んでおけばよかったなというのを感じました。はい、以上です。